昭和32年に書かれたダダイスト全知人宅発信基地の支部のご紹介したいと思います。ガマ。ガマは飛行機に乗った途端にロンドンに来ていた。と言っては違ってくる。ガマは距離を感じなくなっていた。ガマの腹と人間の腹とに何の距離もなかったからである。腹ばかりではない。一本の街狼寿とガマとの間にも距離はなかった。街狼寿ばかりではない。 疾走する自動車とガマとの間にも何の距離もなかった。ガマはつづまりどこにでもいるのだからどこにでもいないのである。ロンドンも東京も水かきのある足の下に同時に踏みつけられている死骸である。距離がないから何の物音もガマの耳には聞こえない。沼べりに U ガーとガマが重なっている。宅配新基地は 教務という随筆集の中で幼年時代の自分の刑事情学的な経験の次のように書き表しています。自分は今、端の木の両側に這い並んでいる大川のほとりを歩いているが、自分の立っているこの地点から長い糸を引っ張って数億年の昔にまで伸ばし、また一つの橋を未来のどこまでも遠い地点にまで引っ張っていっても、その二つの 糸の長さは同じである過去も未来も無限の長さを持っているからだということが書いてありますそもそもダダの詩人として分断に立った高橋は心の根源を探す旅に出かけて志賀梨加賀浪士のモモンカンの提唱をきっかけに禅にたどり着いたのですガマという詩のポイントはやはりえ距離の問題です ガマは推定の泥の中の根底から茎を直立する多年草ですが、死分の何回も読み上げると、人間のガと連想させられる気がしなくもありません。ガマは距離を感じなくなっていた。ということから、ガマ、すなわち我が距離の相対的な感覚、あるいは概念を超えたことがわかるようになります。距離がなければ、 東京もロンドンも亡くなり、我を失ったガマは、えー、距離の代わりに魔を悟ったと言えるかもしれません。距離と魔の概念を考えれば、西洋と東洋の思想の根本的な相違点がわかるようになるかというふうに思われます。やはり主体性が強いほど、ものの境もまた明確に見えてくるようになるかもしれません。そこで、 物と物との間に初めて距離という概念が誕生し強化していくでしょう。その一方、間は物の境を問題にせず、途切れのない空間にあるえポーズ中入りのようなものに感じられます。また、宅発新基地のガマは、ガを喪失して始めてそこに潜在する間を体得して距離の主体性を 超えることができたと言えましょう。